はい銀です今日紹介するのはこちらになりますねちいかわソフビフィギュア2ということで全4種類のものですねはいこちらですね多分ガチャガチャでも出てるやつのまああのー、まあボックス版になると思いますラインナップはこんな感じですねタコギのちいかワタコギの8割えー、タコギのうさぎイカギのうさぎということでイカ狙いで開けていこうと思います さっそく1個目の方開けていきまーすよい,いよ,いいよ,いいよ楽しみだな1個目じゃじゃんおっあかわいいあしかも大きいわはいということで今回出たのがあタコギのうさぎちゃんということでめっちゃかわいいいやーすげえかわいい はい、1個目はこんな感じ。はい、2個目も早速開けていきましょう。イカギのウサギが欲しい。いやー、めっちゃ詰まってそうなやつ選んだつもりなんだけどな。よっ、サタイ、どうでしょう。イカちゃんが出るかなイカが、出るかおーいしオッケー、完璧。いや、マジで、よかったいや、めっちゃ、あのー あパンパンに膨れてた。パンパンに膨れてたからパンパン。なんかもうね、振っても全然びくともしないやつあって。こっちはね、多少揺れてたんで、あれだったんですけど。いや、良かった。いや、めっちゃ可愛いえっ、ー、と、こちらが、えー、イカギのウサギということで。ウサギとウサギが出ましたね。いや、もうそれもなんかいいね。完璧だね。はい。ということで、えー、イカギのウサギちゃん見ていきましょう。いや、可愛い。 いやー、かわいい。かわいい。いや、しかも、めっちゃいいね。この、ソフビだね。いや、本当に、ちゃんとソフビだ。いや、いい。2つともね、ちゃんとソフビの感じがしてて、めちゃめちゃいいなって感じました。いや、これはね、見かけた時は、買ってみて、あ、まあ、買ってみるもよし、回してみるもよしだと思います。いや、これは本当に、おすすめできますね。いや、いいね。ブラインドボックス、楽しいね。 でブラインドボックス版だったらイカが欲しいんだったらあの本当にね揺れないあの揺れないんであの本当に振った時になんか明らか重いなみたいなあの感覚重いなみたいなこうなんかハラカラーっていうやつは多分タコの方なんであの揺れない方を選ぶとイカをあの、まあ、獲得することができると思うのでぜひやってみてくださいそれでは終わっていきます、えー、この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします それでは終わっていきます。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねバイバーイ